は私たち音楽隊の中にもこの3月で卒業を迎える隊員がいます。カラーガードの原田隊員です。原田隊員は平成29年からの5年間カラーガード隊員として、また打楽器奏者として音楽隊を盛り上げてくれました。ここでその活躍に感謝の気持ちを込めて花束を贈りたいと思います。5年間大変お疲れ様でした。5年間大変お疲れ様でした。隊員一同、卒業後のさらなるご活躍をお祈りしています。それではアンコールとしまして、原田隊員の華麗なビブラフォンソロでお送りします。曲はルパン三世のテーマです。YouTube の広島県警察公式チャンネルにも動画を配信しております。広島のあの有名なスポットでのロケ撮影も行い、原田隊員の素晴らしいソロが動画でもお楽しみいただけますので、ぜひご覧ください。以上をもちまして、第139回広島県警察音楽隊今年度最後の昼のコンサートを終了とさせていただきます。次回は5月の開催を予定しています。詳しくは県警ホームページ、中国新聞掲載の情報交差点などでご案内させていただきます。本日はありがとうございました。
Thank you.